右京さんは今みたいに中島さんみたいにこの時がなんか僕はこういうことしたかったとかこの時はもう悔しくて悔しくてみたいなって思い出は、いやもう僕はその F1 ドライバー日本人の F1 ドライバーの中で一番ダメなドライバーだったんでそういう意味では悔しいことばっかりでですね、まあ本当に国光さんとか星野さんが最初に日本グランプリ出られてそれから中島さんのでまた再スタートしてでアグリさんとか自分とかが来てやっぱり日本人にとっての F1 っていうものが、うん、こうヒストリーが始まって、はい、で僕はそのカートとかそういう純粋にレースの世界じゃなかったんですね。だからそういう中で僕がやりたかったこととかっていうのはその今ちょうどこの F1 の2010みたいに、はい、俺は日本人だっていうみたいのでやっぱり中島さんが F1 始めてた時に、はい、ヨーロッパでデビューした時に僕フォーミュラルノーとかで行ってたんですね。あ、フランスですね。で、はい、お金なくてその借金つけて帰ってきたりしてそれで中島さんに誰も何もしてくれないで自分でやんなきゃいけないんだとかってそういうふうにアドバイスしてもらっていつか絶対に F1 行くんだと思っててだからやりたかったって絶対にやっぱり中島さんのバババじゃないですけど、ええ、やっぱり3位とか2位走ったこともあるんで、うん、表彰台とかじゃないですけど車降りた時にやりたかったんですよ、うん、やっぱこれかっこいいなってドライバーの何したいかって言ったら俺が一番だっていう、そうですよね、まあ、それしかなかったんでだからそういう意味ではまあちょっと空回りしてましたでもいやまあいろいろな話がですね本当にまだまだ聞きたいところなんですけれどもここでですね今お話の出ております鈴鹿のコースではですね今からご来場の方と一緒にですね片山右京選手と対戦していただこうという企画をこれから始めていこうかと思います。今日は片山右京選手と呼ばせていただきますザウバーの、マシンで行っていただきたいと思います。さあそれでは皆さん準備はいいですね。アレディー、それでは行きましょう。さあ六本木ヒットストップカフェがなんとなんと F1 日本グランプリかというそんなですね4名の皆さんによります凱旋で F1 2010戦っていただきます。さて右京片山はザウバー、ラブリーにあとはよろしく頼んだといったあの男が初めての名をまたこのグランプリで確立するんでしょうか。さあ今フラッターを見つけたのを早くいいスタート、いいスタートですね。グランプリ並んで一緒に振っていく。さあエセさんもインから大きくして一緒にちょっとヘッドまでマシンに追加しましょうという右京さんの伝統がデビューストラム。いや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 、マクラーレンの柏木に佐藤選手が現在トップですよ。さあ、先頭、おーっと、2回ぐらいに来ましたね。トップ同士が接触です。トップ安定接触、この時、まんまと片山右京選手がトップ浮上。マジだっていいですよ。大丈夫でしょう。すぐ落ちていると思いますよ、向こうは。でも、ダウナーはマジで飛ばさないと、川さん。そうですよ。今、余裕して、待ってる方がいい。中島さんから、はい、今日お集まりの皆様にメッセージをお願いします。はい、ようこそおいでいただきました。本当にやりたいんですけどちょっと右京には負けたくないんでもうここへね、裏に入った途端から練習したもんだからこれ今日はもう絶対やっちゃいけない、改めてまた来年来ることかなってちょっとうちで訓練してから戦いたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。中島さとるさんでございました。ありがとうございました。では高橋君さんお願いいたします。先ほど片山さんのゲームを見ていましたね。
やはり今中庭さんと一緒に僕もなんかハマってやりたいなっていう感じですよね。ですから、まあ、大変いいゲームが発売ということで、子どもたちというか、まあ、多くの方々が使われてモータースポーツを少し楽しんでもらえばいいなと思いますね。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。高橋久美さんでございました。拍手をどうぞ。では片岡さんお願いします。そうですね、僕自身もですね、今頃 F1 のゲームかなんてですね、そんなのがどっかあったかもしれないです。でもやってみたら F1 ってやっぱり面白いとか、運転するのとかレースとか勝負するのって面白いと思ったんで、なかなかやっぱりそれができる環境って難しいですけど、これハンドルのステップとかじゃないけどブレーキとかああいうのもやって、ネクラに一人で家の中でとにかくバージンレーシングからでも始めてですね、チャンピオン取りたいなともう一回思いました。それなら大人げなくないでしょ。コツコツいきますか。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。片山幸さん、大きな拍手をどうぞお願いいたします。では最後にですね、川さん一言お願いしたいと思います。今回のゲームなんですけれども、熱くなれるゲームです。これは嘘じゃありません。熱くなって、実際にやると汗をかけます。はい、シャツを着て、シャツをここに着て買ったぐらいですから、ウケオさんは新しいの着替えたぐらいですから、汗かきすぎて、それぐらい面白いゲームです。私もだから冬の間はですね、まあ、ジム行くとか結構面倒くさい方なんで、やらない方なんで、これでちょっとね、少し運動っぽいものを汗かくっていうことをしたいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また一つでございました。川合勝人さんにも大きな拍手をお願いいたします。ということで、本当にですね、ステージ上の素晴らしいレジェンドドライバーの皆さん、そして川合さん、ありがとうございました。もう一度皆さん大きな拍手をお送りいただけますでしょうか。素晴らしいゲストの皆様に、いろいろと楽しいお時間をですね、お話しくださいました。ありがとうございました。